大谷選はい。手の憧れるのはやめましょうで、ちょっとこう、今、はい。バズってるじゃないですか。はい。レオ選手が一番最初にこう、B リーグに入って、はい。憧れの選手とこう、対戦した瞬間だったりとか、それ誰だったんですか？うわ、この選手と俺マッチアップしてるとか、なんかそういうエモい瞬間とかってあったんですか？エモいとまではいかなかったですけど、やっぱ、並里選手は、九州でバスケットやってると、やっぱみんな、目指すところというか、かっこよかったし、リズムもちょっと違うし、みんな好きだったですね、成田さんは。だから、成田さんとマッチアップ、初めて試合するときは、ちょっと嬉しかったかも。なんか、オフシーズンとかは、成田さんとトレーニング、ちょっとしましょうよ、つって自分から誘ってやったし。あ、そんな仲なんですね。そうですね、成田さんに言ったら、快く引き受けてくれたんで。で、かっこつけるの好きなんで。